9月に入りました。全国コンクールまであと1ヶ月を切ったところです。この全国コンクールの大舞台に上がることができるメンバーはわずかに50人と決められています。おそらく他の学校ではこの時期、選ばれた50人がコンクールで演奏する曲を合奏している頃ではないでしょうか。しかしこの淀校ではまだ50人に絞り込むという作業が行われていました。熾烈なメンバー選びがそこにはありました。命だけで受けようから、みんなこの時間演奏の待っとんねやろ。 お前らちょろいで、全国コンクールが迫っている中で最後までメンバーが決まらなかったパートがあります。それはトランペットでした。3年生の尾上君は柔らかい音色が持ち味です。フォルテーションちゃうんかやで、ね、はい、前ピアノやろ、はい、使うわけできへんのかや、音量ちゃうの気持ちがなってんやお前、はい、理屈どうでもいいねん、なってんねん、話なれへんやん、ヤクン立たんちゃうのお前、次、はい、もう一回やってください、もうあれへんで、お前2年生の滝川さんは高い音を出すのに苦労しています。死ぬなよ、全国コンクールは3年連続で出場すると翌年は出ることができないといった決まりがあります。今回で3年連続出場となる淀校は次は休みです。このため2年生にとっても最後の全国コンクールなのです。三田君からはいつもの笑顔が消えました。たったったよ、ね、アクセントはそこ行ってから行くんちゃうの、準備がいいね、ティッ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 、お前やってるのティッ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 、なんできるか、はい、トランペットはこの3人のうち2人に絞られますが、3人とも一定のレベルには達していないと丸谷先生は考えています。ちょっと待ってくれない、調子悪かった、いや、そういうことはない、どういうこと、日頃からやってない分出てきただけだ、練習不足、まあ、嬉しい、さっき言ってた自分の悪いとこが分かってない、そういうのをちゃんと毎日やっていかんとこういうところで出てくる、いや、もう落ちてる、さっきのね、明日受けても無駄な、やって人みたいな、明日も受けちゃう、まあ、受けないです、せっかく頑張ったのにな、これで終わりかと思う、来年コンクールないしもう出られへんのかな、ちょっとなんか悲しいっていうか悔しい。練習後、丸谷先生は三田君を呼び止めて喝を入れます。こんな時間取ってお前、お前何時間取ったの、はい、あまちろ、はい、言うじゃなんかもう無理やからな、出るからやってみる、もう責任やお前、お前の上に上がったらそれでいいってなもんな、他はお前舐めたこと言うな、はい、翌日、
先生の一言が効いたのか、三田君は朝の練習に姿を見せました。今日はオーディションどうする？受けます。昨日受けへんやつだよ。ちょ、気が変わって、やっぱなんかこのままなんか受けへんかった、なんかこんな感じ逃げたっていうか、なんかやらんとなんか負けるのってなんか嫌やな。しかしこの日は結局オーディションは行われませんでした。その代わり3人はまた先生に絞られました。こんだけ無駄な時間ずっと過ごさなあかんねな。こんな無駄以外何もねえ。でこんなんでお前らが悪とってもあかんねや。そうやろ、お前ら言わなええかんしんか、お前らって吹いてこいよバカ野郎って。いやどねしてねえのに。バカ野郎、そんなもん自分で考えてこい。つばへだったよね、甘いんや。ええか、周りのやつも。練習が終わると生徒たちは一日を振り返ります。自分の直すべき点や目標、課題などを毎日このノートに記します。そしてこれらのノートは毎晩先生の家に届けられます。先生はノートを見て自分の言ったことが生徒にどの程度通じているのかを確かめていきますが、特にこの時期トランペットの3人のノートが気にかかります。できたら3人とも入れたりたいなと思うけど、ラッパーはね3人中2人になってしまったけど、みんなそれぞれ頑張っとるからね。悪いとこ見たら3人とも落としたいけど、ええとこ見たら3人とも入れたりたいなと思う。一人一人の顔を思い浮かべながらノートを見る作業は深夜遅くまでかかりました。全国コンクールまであと9日と迫ったこの日、ようやくトランペットのオーディションが行われることになりました。直前まで練習する3人。必死ですね、もう今回しかないですからね。したら終わりなんて。気合いでそれだけですよ。自信は、ある。それはやったことやるだけですけど、自信は分かんないですね。オーディションは学校の隣の市民会館で行われました。審査するのはすでにコンクールのメンバーに選ばれている生徒たちです。今回は演奏者を見ながら決めます。全国コンクール3連覇に向け誰を選ぶのか、研ぎ澄まされた目と耳で審査するのです。合格するのは3人中2人です。
三座。多数決の結果、尾上君と三田君が選ばれました。しかし、すぐに厳しい注文が飛びます。で、三田は、なんか全体的にはなんかどっちがいいってこともないんだけど、なんかでもたまにポロポロ外したりとか。滝川はきっちりは吹いてるっていうか、高音以外はちゃんときっちり吹いてると思うねんけど、音が前震えてるって言ったんとちょっとこもってるかなと思う。悔しい、まあ、悔しいと言ったら悔しいですけど、なんか高い音が全然吹けないんで、それ吹けるようになったらもうちょっと自分が出るかなと思います。ほんまは落ちてたけど、落ちたはずやけど入れてもらったから、まあこれから頑張ります。まだ吹けてないとこいっぱいあるし、そこも確実に吹けるようにして。滝川さんはちょっと残念でした。まあようやってたよ、あの子なりにも。ものすごいやってたな。だけどもうやっぱり力がなかったね。で結局こいつらは強い宿子を取ったんですよね。だから消極的に、一番消極的に合わすということは邪魔になれへんって滝川やと思うよ、ラッパで言うたらね。だけど邪魔になっても攻撃を取ったわけですね、生徒は。それも見たかったんですけどね、どっち取り寄るかなって。あの多分ね、他の学校はもうずっと同じ曲、課題曲と自由曲、今ガンガン練習してるメンバー決めて、やってる時期にようやくメンバーがっていうところは、この辺の先生の焦りみたいなのないんですか？ありますよ、ありますけど、いい加減にごまかしてメンバーを決めたくないということ。メンバーが決まったのはコンクールの9日前。自分たちで選んだ50人が心を一つに合わせて3連覇を狙います。コンクールへ出発する朝がやってきました。早朝から校内にブラスの音色が響き渡ります。ただ合奏するだけではなく、この様子をビデオで撮影しました。バスの中で見ていくからです。合奏が終わると荷物や楽器が手際よく積み込まれていきました。生徒たちにとって演奏旅行は手慣れたものです。本番の服装で準備をしているのは衣装を忘れないためです。バス2台と楽器を積んだトラックでいざ出陣。メンバー50人のほか、スタッフとして20人がバスに乗り込み東京へ向かいました。練習場として借りている中学校の体育館でコンクール曲を含めた1時間余りのミニコンサートを開きました。コンクール曲だけでなく、いつものレパートリーも披露しました。久しぶりにお客さんの前での演奏です。100の練習より一つの本番中か、やっぱ本番しかわからない、こういろんな気持ちとかミスとか、練習とはまた違った精神状態ですか、味わいがありますのでね。夕方から夜にかけては別の中学校のグラウンドを借りての練習です。リズムや音程を仕上げていく中で、丸谷先生はある物足りなさを感じていました。俺は燃えてるんで、お前らカーッとしたのがあれへんやん。怒って言うてもしゃあないからな。
明日の朝の練習が多分絶対諦めん、絶対無理、気迫がないわ。始まった時にカッと立った時にガーッと出るもんがないわ。で別にもう疲れてもここまで来たら疲れても一晩あるかい。明日一日ぐらい朝から命がけてガーッとやったかってのは絶対死ねへんよ。本番だけ急にはできへんって、テンション高めな、気迫がない。ええか、めちゃ良かったな。嬉しい。今回はきつい。うん。いや、俺そのままでもってこい。そのままで俺やったら。はい、この前にやってる昔はお前リボン入れてん。そしてな。やばいしょな、これ精密な機械。顔が。顔が顔が。こんなもんですか。はい、頑張ります。おめでとう、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 みぞおめでとう。乾杯。乾杯。いろんな人に迷惑かけました。でも今日いい演奏できて嬉しかったです。ほんまにありがとうございました。やっぱり今までずっと練習の中でも問題とかなんか起こってきて何回ももうええわって思うようなことも正直言うんですけれど、やっぱりそういうのがあった分今日本当にいい演奏できて良かったです。何もできなくて、結局は人についていったって形になったんですけど、なんか無事金賞取れてほんま嬉しかったです。ほんま楽しめてすごい良かったです。ほんまにごめんなさい。ありがとうございます。ほんまに先生方、OB さん方、花組の人、ほんまにありがとうございました。ありがとうございました。いや、一応全国でこの演奏できたらもういろいろみんなが頑張ったからと思ってよかったです。今日のこの日のために今まで言いたいことを言ってきたわけですわな。だからまあ許してください。本当に今日のこの日をずっと夢に描いて毎日何にも悪いことしてんやつを一生懸命言いたいことを言うて嫌なことも言うて煽ってきたわけでございます。で、世の中にはそんな人がやっぱりどっかにいろんなところにいてるからな。なんやこんなこと偉そうに言われ、こんなこと言われる筋合いないわと思ってても、ひょっとしたらお前らのために涙を飲んで言うという人がどっかにいてるということは知っておいてほしい。うん、もう今日はもう言いたいことは全部練習で言うたやってみ、もう自分らで思っとってくれたら結構でございます。おめでとうございます。
淀校吹奏楽部の生徒たちが毎日猛練習を続けている一方、クラブ活動を支える OB も大勢います。ここではそんな OB の活躍ぶりを紹介しましょう。トランペットを吹く岡田さん、現役の部員たちを指導するため仕事の休みに学校を訪れる OB の一人です。ちょ待って、ちょ待ってや、ちょ待って、何しか今はもう思いっきり吹け、吹いてちょっとでもいいから面白いところを掴んでいったらよ、それで上手なっていく。トロンボーンのこの方も頻繁に学校を訪れ、生徒たちの面倒をよく見ている OB です。今の中間ぐらい、実は丸谷先生の息子さんでもあります。わかった、はい、わかった、はい、OK、1、2、3、伊藤さんは1年生たちに踊りの振り付けをする担当です。抜群の明るさと巧みな話術で生徒たちを乗せていきます。本番前の緊張を和らげてくれるこの笑顔、実はこう見えて伊藤さんは電機メーカーに勤める会社員です。なんといってもこのハイテンションが伊藤さんの持ち味です。本番第1回です。はい、負けんなよ。はい、よし、あ、右手グー出せ。はい、上上げろ。はい、はい、何も特に意味はないけど、俺が愛してってるかいって言ったらイエイって言う。わかった。はい、わかった。ここで声出すのは意味ないからな。わかった。はい、愛してってるかい。イエーイ、よっしゃ、移動します。けど伊藤さんも楽しいんじゃないですか。あいつが喜んでるの見て楽しいですね、一番。なるほど、めちゃめちゃ面白いですよ。平野さんは淀校卒業後、大手電機メーカーに勤める技術者です。舞台で使う小道具の製作を10年以上担当しています。小道具は丸谷先生からいつも電話で突然発注されるんだそうです。なんかね、いきなりかかってきてね、わーつこれと言うんですけど、何のこっちゃ分からへんのでいろいろ聞いたら、輪っかのイメージが空を飛ぶとかね、なんかパッと出てくるとかね、そういうことを先生こう言うてるわけですね。平野さんは学校を訪れ、生徒や他の OB と一緒に作業に入りました。いつも突拍子もないことを言う丸谷先生のイメージにどれだけ近づけるかが腕の見せどころ。果たしてこの輪っかを気に入ってもらえるんでしょうか。で、やるとできるか、できるんちゃうかな。こらえ、畳む技が難しいぞ。はい、これええわ。いい具合にしようかなと。あ、言えた。輪がパッと開くという先生のイメージを平野さんは見事に捉えたようです。それはそうと、この輪っかどのように使われるんでしょうか。グリーンコンサートを見てみましょう。Get all the love.
このように生徒たちが大舞台で活躍できる裏には OB の支えが欠かせないものになっています。淀高ブラスバンドの OB は1300人、卒業しても丸谷先生と一人一人の OB が温かく大きな輪でつながっているんですね。先生の仕事を手伝っていたトマト3人組です。仲良くやってました。卒業しても不滅です。イエイ。山本です。いつもこれ持ってました。ありがとう。3年生が引退してから1ヶ月が経ちました。1、2年生がその3年生のお別れ会を開きました。3年生の中には髪を染めたりピアスをつけたりとおしゃれをする生徒の姿も見られました。今まで忙しくておしゃれどころではなかったですもんね。よかった3年間楽しかった、はい、楽しかったです。お金ないんですよ。4月からどうですか？4月あの仕事で九州に行くんですよ。あのそれもクラブの推薦で行かせてもらったんで、で4月からは楽団でやっていきます。全然楽器吹いたことなかったから、なんかそんな音符とかも全然読めなかったから、えこんなんどうやって読むとか、こんなん吹かれへんとか音もならんかったし、それが一番しのかったですね。まさかこんなとこ来てこんな経験できるとは思いませんでしたけど。何が一番良かったの？ここに、なんていうのかな、ここに折れるっていうのが一番良かった。逆に一番そのクラブやってて辛かったことってやっぱ楽器の面で見てたじゃないですか。僕失敗するとこが辛かった。辛かった。でこんな辛い時期にこんな取材来やがってとか思われたやろ。ごめんな。いやいやいや、やめたいなと思ってたらさ、はい、何回もありました。いや、そんなあんまり面白くもないからっていうのもあったし、最初はですよ、やっぱ辛いこともあって投げ出したいこともありましたんで、でもやっぱり心の中でやっぱそれやったら中途半端かなとやっぱあったから続けさせてもらったんですけど。まあこんなクラブはごつええのは帰るとこはね、お前そこから3年間ほんまにな、お前も含めてな、やっぱようやったもんよ。お前らは帰ってくるところがあんねん。ええ時は来んでええから、ええが疲れたら来たいねん。アホは両方にしてな、調子ない時もね、しんどなったらいじけてねん。じゃあしんどなったら学校来たいねん。別に何もせへんで、後輩のしばかれとんの見て元気出して帰ったいねん。ええがまあお前らはしんどええ時はまあええけどな。でまあこれからも後輩に乾杯よろしく。以上。またこの3年生が選んだ自分たちの一番大好きな曲を演奏するわけでございます。カーペンターズフォーエバー、聴いていただきたいと思います。
グリーンコンサートも終盤。3年生にとって音楽漬けになった日々とお別れをする瞬間が近づいてきました。いよいよ最後の曲です。日本一になれと言うたようなことはないんで、日本一の努力をしようと子供らと言うてるわけですね。だから結果としてその努力の中で子供たちがいささか今やってたことよりももう少し伸びてくれたらなとぐらいのことで、こいつらが音楽をどうなったらええとか、その人間的に力を増せばとまあ思うこともあるんやけど、まあ、そんなことは別にどう大した問題でもなくて、まあ、この3年間やっててよかったなと後々に思ってくれたらええかなと。